サンデーミュージックスペシャル調布音楽館。調布を中心としたエリアで活躍する音楽アーティスト、そして素敵な音楽を聴かせてくれるライブスペースや音楽ホール、そんな調布にまつわるミュージックシーンをクローズアップし紹介するのがサンデーミュージックスペシャル調布音楽館です。この番組では調布 FM が独自に収録した貴重な音源や番組独自で収録したオリジナルの音源を中心に、調布在住の音楽家原ひとみをナビゲーターにベストチョイスでお送りいたします。こんばんは、原ひとみです。さあ皆さん、いかがお過ごしでしょうか。いや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 、コロナウイルスの猛威がね、まだまだ続いておりまして、いやー、まだまだコロナ禍真っ只中って感じですけれども、皆さん大丈夫ですか。いや、私の周りもね、皆さん本当にマスクにね、手洗いに消毒、まあ頑張ってね、なんとか逃げ切ってるっていう感じですけど、私もそうですけれども、いや皆さん本当にね、気をつけてくださいね。このまま行きますとね、年末インフルエンザのダブルパンチ参りますからね。いやもうこれは本当にもう自分で身を守るしかない。まあ本当そんな時代がやってまいりまして、もう仕事も本当にね、もうなんか変わっちゃいましたね。本当にライフスタイル変わっちゃいましたよ。マジで。はい。まあ腹なんかも、まあこうやってね、ラジオはもうスタジオですから、まあまあ安全な方ですけども、まあ本当外出減りました。飲みに行くことなんてまずないですよ、今。いやー、本当にね、時代がここまで変わるとは思ってませんでしたけれどもね。いやー、こんなこと言っても始まんない。こんなことばっかり言ってても始まんないので、今日はガツンとですね、いい音源届きましたんでお届けしましょう。From London, England! そう、モジョ・オザワさん、ドクター・ノーさん、そしてキャプテン・ドランクさん。このお三方といえばそうです。The Fair Disease! お待ちかねでございます。とはいうものの、はい、もう今年一年ね、ずっとコロナで、もうライブもできない感じですので、ロンドン特にひどいらしいですよ、本当に。なわけで、去年の末、まあ今からね、まあ一年近く前になるんですけれども、彼らとしては今から考えたら最新のライブ。いや、ちょっと悲しいよね、悲しいよね。まあ一応、はい、最新ライブの音源ですね。届きまして、そこからちょっとはい、腹もいろいろ手入れて、磨きかけましたんで、今日はドバッとお届けしたいんですけども、もうせっかくですから、こっからね、ロンドンの、はい、お三方、モジョザさん、ドクダノさん、キャプテンドランクさんにお渡ししちゃおうかな。それでは、ロンドンのザ・フェルディ・ゼイのお三方、よろしく。おお、イエーイ。こんにちは、ロンドンのフェアリディーゼーイエーイです。僕はモジョ小沢です。ドクターノー、キャプテンドラッグです。調布 FM サンキューベリーマッチ、調布音楽館いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。サンキューベリーマッチ。今日は、我々のライブ音源が、流れますので、皆さん聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあね。Let me hear the yeah! Everybody please stand up, eh? You need dance, baby. Yeah, dance.Let me hear the yeah!
はい、Thank you very much everybody and thank you for coming we are the Fairly we did the gig here a year almost around a year ago and tonight compared to that 1 year ago more people came here so we are really happy and in great feeling The next song we're gonna sing. Well, since this is Saturday night, and thank you very much for coming in this rainy weather. So, since everybody gathers, do you wanna dance? Yeah, baby. Thank you very much. So let's dance. Let's go. Okay. So the next song is called Dancing with a Demo. Thank you.
皆さんこんにちは、フェアリディ Z です。では、去年ですね、はい、11月だったね。11月ですね。もう寒くなってきてね、あの時のライブのどんな感じだったか皆さん話を聞かせてください。いや、あれは、はい、あれはね、まあ、まず、まあ、どういう構成でやったかって後でお話出るかと思うけど、まあ、あのライブがまさかね、コロナの影響で、当面の最後のライブになるなんて夢にも思ってなかったんで、非常にショックだったし、非常に感慨深いライブになったと僕、拙者はね、思っとるんだが。拙者ですか。キャプテンドランク、どんな感じですかね。いやね、本当ね、今ね、ドクターがね、あのおっしゃってたみたいにね、あれがね、最後になるとはね、本当考えてなかったんで、まあでもね、本当に今のね、段階ではやっぱすごい力はね、出し切れてたっていうか、すごい気持ちよかったっていうのはね、うん、気持ちよかったね、うん、で、あのあとすぐレコーディングに入って、はい、ああ、そうですよね、確かに、ね、うん、3枚目のアルバムが出て、そのお披露目のライブができないというのはちょっと辛いね。ね、うん、やっぱりせっかくアルバム作ったんでね、うん、それのね、皆さんにね、聴いていただくライブはぜひね、ちょっとやりたい、まあまあ、もちろんね、これからできるとは思うんですけど、まだ先になりそうなんでね、うんうん、あの日はあれですね、イタリア人のエリックさんが誘ってくれて、はいはい、ね、いつもエリック仲良くしてもらって、ね、うん、あの日にのあれですよね、うん、パンクバンドの夕べっていうパンクバンドがほとんどイギリス人と、イタリア人といろんなバンドが出てて、はい、あの、ね、あのベースのお姉ちゃんベーシスト僕大好き、ね、ああ、ね、うん、あの子かっこよかったです、ね、かっこいいね、あの日は結構お客さんも多かったですよね。すごかったですね。いや、それはすごいね、嬉しかったですよね。あんだけね、皆さん、うん、今だったら3密って言われちゃってね、もう絶対できないけどね。あの時はもう女の子も多かったし、おじさんとしては非常に手応えのあるライブだったのかなというふうに思います、ね。いや、本当にそう思いますね。まあちょっとね、このコロナの状況で次にいつできるかってのは分かんないですけど、本当ね、はい、ね、さっきも言ったけど、あれがね、当面の最後になるのはちょっと思わなかったし、ね、うん、いや、あのライブ良かったのがね、まあ、1曲目2曲目の間のつなぎのあのスピード感っていうのが僕はね、あ、好きでね、はいはい、うん、あの 曲順っていうのは全部ファーストアルバムとセカンドとサードアルバムと全部、そうだね、全部網羅して、あの曲順はまた独特で、1曲目があのドクターの方が最初に、あの大阪、あ、はいはいはい、でしたね、大阪ベイシティでしたね。僕もあれはね、実は僕は初めてね、今回やらせて、ね、もらったんですけども、うん、あれやっぱりすごい僕はね、叩いててすごい楽しかったですし、すごい、ね、私が言うのもあれですけど、すごい気に入っちゃいましたですね、ね、あの曲は、ね、はい、あの時また我々2曲目がまだその時は未発表だったですけど、はいはい、キャプテンドランクの、ね、曲が入って、はい、で、まあ、通常のフェアレディの古いナンバーとかたくさんやって、あの時だけど唯一あれですよね、初の試みでカバーを1曲やって、そうだったね、はい、あんまりうちのバンドカバーやったことないもん ね、はい、ね、ですね、あ、そうかそうか、あれ初めて、ね、初めて、うん、そう、我々がやったカバーっていうのは唯一やったのは何でしたっけ、ブルーシャトー、ブルーシャトー、ああ、ああ、ああ、ね、あれですね、お祭りでね、お祭りでね、そうそうそう、数万人のお客さんいたんで、ロンドンにはトラファルガー広場っていう大きい、一番大きい広場で、ね、あれが高かったね、そこで我々出させていただいたんですけど、日本のイベントでですね、その時に、ブルーシャトー1曲入れたら、やっぱりその日本人のお客様が受けましたね、やっぱり年配のお客様とかね、日本人の方に、ね、いや、あれは嬉しかったですね、みんなで歌ってくれてね、すごい大きい広場でね、キャプテンドランクがドラムバーンってこうスネアを叩くと広場中にその音が響いて、ああ、いや、あれは本当ね、リハーサルの時もね、気持ちよかったですね、ね、ステージの後ろからね見て、こうね、トラファルガー広場の広い、ね、ナショナルギャラリーが向かってね、こうバーンとこうね広がってて、うん、あれに向かって本当スパーンって叩くとですね、もうドーンと音がね広がって、いや、俺はやっぱりね、これは
がスターになったかっていう感じがしちゃいましたけど、ね、ライブハウス、いわゆる普通のライブハウスのライブ、はい、もちろん楽しいんだけど、お客さんとの、 この距離感とかね、はい、楽しいんだけど、またああいうバカでかいステージで、はい、もう何万人かよく知らんけど、もう広場いっぱいのお客様の、ね、前で、しかもほらライブハウスだと普通ロック好きの方が来るけど、この間のトラフォルガーの時っていうのはどっちかっつったらもうあの老若男女、あもういろんな方が来てくれたんで、はい、うん、あのすいません、視聴者の皆様、そのあのロンドンで、ジャパン祭りとい うロンドンで一番日本人の大きなイベントがありましてですね、そこで我々出させていただいたっていうのが過去の経験でございまして、そこが一番大きいですよね。それ言うのを言わなきゃわからないね。確かにね、失礼しました。基本我々はいつもあのパブとかですね、そういう飲み屋さんで、その現地のバンドと一緒に混じってやるっていうのがちょっとこだわりがあってやってるんですけども、まあ、そんな感じで、ね、あのフェアリーで活動しております。まあそういった意味ではあの話戻りますけど、あのライブハウスの夜っていうのはなんかこの。あの日はすごく雨が降ってたですね。あ、そうそう、お天気がね、なんかあいにくね、あの良くなかったんですよね。なのにね、あれだけ皆さんお客さんに入りどうかなと思ったら満杯だったんでね。はい。それで結構ね、そのあのもちろん日本人のお客さんも多いんですが、現地にいらっしゃるそのイギリス人の、はい、そこのパブで飲み来てるお客さんも我々のこと気に入ってくれて、はい、非常に盛り上げてくれて、あの非常に感無量だなというのは。ねえ、ねえ、ギャラも結構出ちゃった。これ言っちゃいけないから。まあギャラはあれですけど。これ言っちゃいけないね。そんなあのなんでしょう、経験をして、まあ面白かったと思います。じゃあ、次の曲聴いてください。Oh, yeah.
Let me hear the yeah! Everybody, please stand up. You need dance, baby. Yeah, dance. Let me hear the yeah! Oh, yeah. greatest British rock band. Who?
Great British rock number? Rolling Stones? No. Led Zeppelin? No. Kinks? Black Sabbath? No. Rock and roll. Summertime Blues.前ですけど、そのガナーズっていう あそこはですね、イギリスのサッカーチームアーセナルのなんて言います、本拠地だね、本拠地のなんでしょう、アーセナルのファンクラブのパブで、あ、ね、そう、うん、アーセナルのファンとかがいっぱい集まるところで、すごいね、ね、すごい壁とかねにもアーセナルのこうゆかりのね、いろんな古くから のメモリアル的なものがねいっぱい飾ってあったんですね。そう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 、あのアーセナルの本拠地でやらせてもらうっていうのは非常に光栄なことで、ね、これはすごいね、うん、いや、そうですね、でね、ちょっと関係ない話なんだけど、ザ・フーあるじゃないですか、うん、ね、
でそのフーのボーカリストロジャー・ダルトリーって言いますけど、はい、彼がねアーセナルの大ファンなんですよ。ああそうなの、知らなかった。ごめんなさい豆知識。いや大事なこと。なんか皆さんあのロンドンにお越しの際はそこを行ってみるとあのサッカーファンは非常に喜ぶというね、あの本拠地でございます。でと、これもう1年前でもう1年経っちゃったのかと思ったんですけどね、1曲目が大阪ベイシティロックのこれ、ドクター・ノーンが、これ書かれた曲ですけどね、1枚、1枚目のアルバムでレコーディングした曲でしたね。あの時あれですよね、フェアリディ・ゼットが、できたばっかの時の曲を。あ1枚目っていうのは何年あれは10年ぐらい前、何年だろう、2013年2年、わかんない。まあ作ったまあできてたのはもう2009年ぐらいにはもうできてたんだけど、まあ、ライブではやってたけど、はいはい、まあ、レコーディングっていうのをやらなくてライブばっかりあの当時やってて。そうですね。で2013年ぐらいに、今までやった曲をあ、はいはい、レコーディングしようじゃないかっていうんで1枚目のアルバムができて、その中の1曲が、なるほどね、大阪だった。そう当時のメンバーが、ベースが、ドクターノーで、まあ、私ギターのモージョーですね。で当時ドラマーさんが、パパティというドラマーさんで、はいはい、パパティさんの貢献結構大きくてですね、バンドの当初たくさん曲書いたんですけど、結構その3人でああでもないこうでもないって書いた、はい、曲の中の大阪ベイシティロックンロール名曲ですね。2曲目が、キャプテン・ドランクが歌うあのコンコルド。ああはいはい、こんなスピード感あって気持ちいいね。いやいやね、あのね、 何を意識してこのコンコルドなんですか。いやいや、まあ、そもそも曲自体はね、やっぱりあのそのスピード速いやつ、あのちょっとねテンポのそういうのをまあ作りたいということで、まあ、実際曲はあのコード進行から僕大体いつもそうなんですけど作って、うん、それでコード進行が出来上がってから、あとはあのメロディーをこう乗っけるっていうか、そういう感じで作るんですけど、うんうん、まあ、これはやっぱりね、あの、まあ、結果的にはあの、うん、パンクのイベントだったから、うん、なんかあのね、それに結構あった、うん、ね、曲だったんで、ね、まあ、ドンピシャだったね、よかったんだけど、もともとはあの僕あの飛行機の中でコンコルドっていうのがすごい好きで、でもあのコンコルドってなんか鳴り物入りでね出た割にはあのなんかいろいろ問題とかがあって、結局今全然もうね飛んでないっていう、うん、それちょっとあのねあの悲しい感じがあるんですけど、うん、その悲しいコンコルドに対してもう一回頑張ってみようよっていう、うん、そうだよね、はい、いいねいいね夢の、はい、夢の乗り物だったもんね。いやいや、そうそうなんです。まあそういう感じでちょっと作ったんでね、うん、でもそれにあのねモジョがねあのすごいねいいなんていうんですか、あの飛ぶ飛行機っぽいねあのギターを乗っけてくれて、でねボトムはきっちりドクターがねあのベースでね支えてくれたんで、もう本当あれ2曲目に使ってもらってやっぱね、うん、嬉しかったですね。これいや、今のフェアレディ Z なんですけど、まあ、ドクターノーと、まあ、モージョーなんですけど、私なんですけど、結構あのアルバムとかではこうベースとかギターこう入れ替わり立ち替わりなんですけど、この日のライブは、ドクターノーがベースに徹して私ギター弾いてたというのが当時の話ですね。まあ、これがまあ実はオリジナルの構成原型というか原型なんですけどね、うん、で続きまして、3曲目「ダンシング・ウィズ・デビル」、これがですねまたあの当初の、メンバーで、書いた曲で、もともとドクター・ノーが「俺こういうリフ作ってきてさ」っつって「聴いてくれよ」とか言って。あれ2008年9年の話だよね。それがリフから作ったっていう曲でね、でたまたまあの私はあのめめしいんですけど、よく詩を書き溜めてあって、でその詩の中であの私あの当時あのですね、ロンドンの北の方にあのキャバクラがあるんですけど、そこのキャバクラのこのミラーボールを見てて、何考えてんの、ミラーボールがこう赤く光っててですね何考えてんの、この人。その時にこの「ダンシング・ウィズ・デビル」というのがこうあの頭の中で、ね、あのキャバクラ城は全然目に行かず、ミラーボール見ながら詩を書いてる。ちょっと待って、大体その詩ってどこで書いてるの一体。詩はですね、私も地下鉄の中であの通勤中に、いやあの日頃サラリーマンやってましてですね。いや地下鉄の中って普通寝てるもんやで。いやいやね、か音楽聴いてるかね。ねえ、そうですよね、うん、で4曲目がですね、これも I'm Losing って古い曲で、これも
あれですね、ファーストアルバムに載ってますけど、まあ私もともとブルースミュージシャンで、これは僕はね、僕は大好きな曲です。すごいんだよ、当日のライブの時にね、一人女の子がこの曲聴いて泣いてたっつって、本当感極まっちゃったっつって、これは僕大好きな曲、これでびっくりしちゃって、ちょうど彼女なんか当時失恋してたらしくて、この詞がね、僕歌ってたらなんかハマっちゃったらしくて、ハマっちゃったんだね。俺で、もうじゃあさ、私もびっくりしちゃって泣いちゃってつってびっくりしちゃってこっちも、いやすごいなと思って、ね、しかもね、あのブルースだけど聞きやすいね、メロディアスなブルースなんでね、一般の方にも受けるそうですね。で、5曲目がハンブルラブ、ちょっとあと時間がだんだん足りなくなってきました。ハンブルラブ、これも当初3人で作った曲ですね。あ、で6曲目、これがサマータイムブルースの風のね、ああはい、さっきのそのね、ちょっと出てきた、いやね、あのうちのバンド本当オリジナルばっかりでカバーがないんだけど、でもね、あの結構なんていう の、 あの遊びで風の曲っていうのはいろいろやりましたね。ああ、うん、そうですね、シミーフィーミーから、うん、なんだろうね、40人格のものから、うん、ありましたね、リアルミーとか、ね、リアルミーとかね、はい、結構やってるんですよね実はね、うんうん、ただ人様にはあのやるってことはないんだけど ね、 ね。で、まあ、7曲目がクレイジーアバージュ、これ3枚目のアルバム入ってますけど、これも古い曲で、もうジャミングで作っちゃってやっつけてしむ、あのやっつけて作ったというの曲ですけども、8曲目もスウェットですね、こちらも、当初のオリジナルメンバー、パパティと、いやこの曲ね、パラルで作った2回目のね、ジャパン祭りで演奏した時、モジョがね、もうこれ始まる前にね、もう汗だくになっちゃってね、あのその時彼、サングラスしてたんですよ。それでね、前が全く見えなくなっちゃって、お客さんからハンカチ貸してもらってね、汗拭きながら本当にスウェットだよって言ったの思い出すね、あれ。ああ、僕もなんかね、あのビデオっていうかね、動画で見たような気がしますね。大丈夫かなと思いながら、本当にもう文字通りスウェットだったんでね。ね、ということで、まあ、ちょっと一通りあの振り返りましたけど、曲の感じ説明というのはこんな感じですね、また、引き続きよろしくお願いします。お願いします。お願いします。Thank you, Rocco. Thank you for patience. We have two more songs and finish them. Great.
So, this will be our last song. Thank you very much. Yeah, but I hope you enjoyed the Fairly Zay's music time. But the next band, and also the next band, and the next band, all the bands performing today is very best of the rock and roll. Yeah. So we hope you enjoy after our last song as well. So thank you so much for coming. We really appreciate your support to us. Thank you very much. Yes, I'm okay. I'm not that close, aren't you? I'm fine. Are you okay? I'm fine. Yes. I'm fine. Anyway, tonight, Eric, with Eric, thank you very much for your. You're the best. He's a beautiful organizer for tonight's event. Thank you very much. Yeah, thank you very much. Yeah. We wrote just a sound account, you know, the sad band, and we're gonna check it out. Anyway, thank you. Thanks. Okay, so what's the next song? I'm so hot. Sweat. Sweat? Yeah. I will be it anyway. Thank you.
調布音楽館の皆様、リスナーの皆様、今日聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。我々ロンドンのザ・フェアレディ・ゼットも、引き続き、新曲作ってですね、もっとアルバム作って、まあ、ちょっとこのコロナの状況で、コロナだけどみんな頑張って、日本でもこっちでも頑張ってやりましょうね。本当ここのみんなで乗り切ってですね、次の展開というふうに思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、みんなくれぐれもね、体気をつけて、ね、頑張っていきましょう。はい、まあ、体命だからね。はい、はい、じゃあ調布の皆様、日本の皆様、今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。イエーイ。さあ、そんなわけで今日の調布音楽館は、コロナをぶっ飛ばせって感じでお届けしましたけども、フロムロンドンイングランド、ザ・フェアレディゼーの文字小沢さん、ドクターノーさん、そしてキャプテンドランクさん、お三方登場していただきまして、ゆっくり喋っていただきましてね、和んだ感じかもしれません。はい、ライブの方はね、ガンガン盛り上がりましたけれども、はい、買うんじゃねえよお前、はい、すいません、すいません。まあ、そんなわけでですね、また次回もですね、お届けしたいんですけども、そろそろ、文字さんから聞いてますけれども、ニューアルバムのレコーディングもですね、進んでるようですので、なんか音源あったら届くかな、待ちながら、皆さんとまた楽しんでお届けしたいと思います。おかしい、日本語がおかしい日本語がおかしい、また届いたらね、皆さんにお届けしたいと思います。それでは今日も原ひとみでした。さて、お送りいたしましたサンデーミュージックスペシャル調布音楽館、いかがでしたでしょうか。この番組では放送機器の皆様からご意見、ご希望、そしてリクエストや取り上げてほしいアーティストやコンサートの情報など幅広く募集しております。宛先は郵便番号 182-0026 調布市小島町 2-33-1 調布市文化会館田作り3階調布 FM 放送サンデーミュージックスペシャル調布音楽館の係までお願いいたします。またファックスの方は調布 042-443-8068 までお願いいたします。皆様のいろんなご意見をお待ちしております。それでは次回調布音楽館でお会いいたしましょう。ナビゲーターは原ひとみでした。 See you next time. Bye bye.